阪神5101系、5201系電車とは、阪神電気鉄道の各駅停車用として、かつて在籍していた通勤系電車である。1958年に生産された、いわゆるジェットカーの先行的試験車5 1 0 1系の成果を踏まえて、1959年から1960年にかけて、両運転台式の5101系重量、 変運転台式の5 2 0 1系2 0両の計30両が製造された。ジェットカー試作者である5 1 0 0系登場後も、阪神の新設軌道各線の普通電車は、先行と呼ばれた1 0 0 1系各形式と、阪神初の構成車両である601型が中心になって運用されていたほか、ラッシュ時には輸送力の確保と運用の都合によって801、 831型や851、861、881型といった急行軽車両が投入されることもあった。しかし、3011型に始まる急行軽車両の高性能化が進むにつれて、普通軽車両が従来の急性能小型車のままで運行されていることは、スピードアップへの障害となることが予想されたほか、サービス面や、 車両の運用面から見ても好ましいものではなかった。一方、ジェットカーの量産車導入に向けた長期実用試験は営業運行を兼ねて1958年7月の登場以来1年以上にわたって続けられた。この時蓄積されたデータをもとに、いよいよジェットカーを量産する運びとなった。 5101.5201両形式は1959年10月から1960年4月にかけて、汽車製造、川崎車用、日本車両製造の3社で製造された。車体は5101型は、両運転台、5201型は、型運転台である。前面は分割併合運用に配慮して、貫通扉付きの正面3枚窓となった。 座席は5100型での実績から、クロスシートなしでも問題はないとされ、ロングシートを採用した。車体塗色は、マリンブルーとクリームのツートーンを採用、以降の普通系車両の標準色となった。急行用車両の赤道車に対して、青道車と呼ばれた。屋根上にはパンタグラフを5101型は、神戸寄りに5201型は、運転台寄りに一機搭載したほか、 5 2 0 0リ3301.3501型と同じ箱型のベンチレーターを搭載していた。つまめには電気配管を施していたが、5101系の場合はパンタグラフのない大阪側の前面に配管を設けていた。5201系の内汽車製造性の5201.5202の2両は、車体の軽量化と保守の低減化を目的として、 ステンレス車体を採用した。外反のみをステンレスとする、セミステンレス構造を採用。無塗装の車体から、Z シルバーの愛称で呼ばれた。他の同型構成車に比べると構え体重量が、普通構成の 5800kg。台車台車は5201、5202が、汽車製造性の KS-59 を装着する。他は、 全車住友金属工業製の FS-207 を装着した。どちらも5 0 0 1系同様低重心化に配慮して、車輪系が 762mm の特殊設計となったペデスタル式の空気バネ台車である。主電動機は、軽量高速回転が可能な東洋、電気製造性保護区保証巻線付け TDK-859A を4機搭載し、駆動装置は、 直角カルダン駆動を採用し、歯車比は41、6の高ギアとなっている。制御機は、東芝製 MM-10A を、搭載、5 0 0 1型が搭載していた MC、MC-3A の全並列制御と異なり、運転上の要請と節電の検知から、自家並列制御に変更された。また、MC-3A は制御機と抵抗機を、強制通風冷却方式によって一体化して、 コンパクト化を図った意欲的なものであったが、運用時に通風ダクトにホコリが溜まるなどして、冷却効率が低下、主電動機の判断溶解やコイル損傷などのトラブルが発生したため、MM-10A では整備に手がかかる強制通風冷却方式から自然通風冷却方式に変更された。これらの装備によって、 軌道加速度は5 0 0 1型と同じ時速 4.5kmS、減速度時速 5.0kmS を持ち、時速 80km まで25秒で加速し、1km を軌道から停止まで1分で走破できる性能を確保した。平坦線釣り合い速度は時速 110km であるが、普通運用時の最高速度は時速 91km である。 5101.5201系の量産により、ジェットカーは51型を含めて32両が揃い、1960年9月15日実施のダイヤ改正では、阪神本線の昼間時の普通が、ジェットカーでの運転となった。梅田元町間を昼間時60分で走破、優等列車の対比のない早朝、深夜では45分運転を実現した。このか。 ジェットカーの運用に余裕のあった休日ダイヤの臨時準急に投入されることもあった。1963年2月のダイヤ改正では運転間隔が12分ヘッドとなったことから余裕のあるダイヤを組んだため、梅田元町間60分運転からスピードダウンしたが、優等列車のダイヤを乱すことはなかった。また、このダイヤ改正では早朝深夜を除いて、 普通の三連運行が開始されたため、5101.5201系の両形式とも単車運行ができることから、基本編成だけでなく、甘崎・新在家の両駅で増解決される増欠車にも使用された。その後、1967年に河川電圧を直流 600V から 1500V に昇圧する際には、5101.5201系とも、 単車昇圧方式で対応することとなり、1965年に昇圧改造が実施されたが、その際制御機器が、東芝製 MM-19B に交換された。5101型と5201型は、昇圧後も引き続き昇圧前と同様に、基本編成から増血者まで普通運用に幅広く、充当されていた。5201型も単車走行が可能であるが、 ジェットシルバーの5201から5202は原則として二両固定の基本編成用として運用されていた。しかし、登場以来長年にわたる高架原則運行は台車や手伝動機、駆動装置などといった足回りに過度の負担を与えることとなり、加えて構造が複雑でしかも高い工作精度を要求する直角カルダン駆動装置の保守に手を焼くようになった。 そこで、1974年から、台車や手電動機、駆動装置の乾燥を、開始、1976年までに 5101K3 両、5201K13 両が、台車を、住友金属工業製 S 型民電台車の FS-391 に、モーターを、東洋電気製造製 TDK-8145A に乾燥され、合わせて、駆動装置も、 中空軸平行カルダンに変更された。この足回り乾燥中に、普通軽車両の冷房化という問題が浮上し、足回りの乾燥工事も中止された。越前鉄道 MC1101 系高松、琴平電気鉄道1060系1970年に始まった阪神の車両冷房化は、 1975年の3301型と7801系二次車の冷房改造を、最後に急行軽車両の冷房化を達成、引き続いて普通軽車両の冷房化に取り組むこととなった。車令等を勘案した結果、ジェットカー第一世代の5001、5101、5201の各形式は5001系の心臓による代替廃車が決定した。 まず試作要素の強い、ジェットシルバーの5201から5202が1977年3月に廃車されたのを皮切りに、足回り乾燥工事未試行車から順次廃車され、1979年までに未試行車は全車廃車された。引き続いて足回り乾燥工事試行車も廃車されたが、これらの台車と主電動機は5001型に転用された。 その後も、大体廃車は5千0系の増備に伴って、順調に進み、5101型が1980年に、5201型も1981年に1月までに、全車廃車された。この間、5101.5201系の廃車に、伴い単車で、走行可能な車両が減少したことから、普通の三連運行が廃止され、増解決は早朝。 深夜及びデータイムの西大阪線の2連運行と、その他時間帯の本線及びラッシュ時の西大阪線の4連運行に簡素化された。5101系のうち5107から5110の4両については、車体のみが高松琴平電気鉄道と京福電気鉄道福井支社へ譲渡された。ことには5107.5110 51の車体が譲渡され、 京浜急行電鉄230系の足回りと組み合わせられて1060型として収益し、2006年まで使用された。京福電鉄には5108.5109の車体が譲渡され、福井市社の旧型車も8100系の部品と組み合わされても8101型として収益した。その後1998年に豊橋鉄道1900系の廃車発生品を 使用し、申請のおされたが、一両が2000年の正面、衝突事故で廃車となった。残る一両は、越前鉄道に引き継がれ、MC1101 型と解消し、2014年まで活躍した。阪神5101系電車に関するカテゴリー、阪神5201系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。